どうも、はじめです。ちょっといませんね。夜中1時ぐらいにカコチンから電話かかってきて、カコチンがちょっとおもろいこと言ってきたんで、ちょっと今回してるんですけど、カコチンちょっと今のもう一回言ってくれへん。あさって1月15日から、ゆきりんの姉さんと北海道にスノボしに行くんで、ついてきませんか？あ、ハワイの時みたいな感じね。そうです、そうです。ドッキリで、いつかギャフンと言わせてやりたいなと。え、もう、あさってとかやんだって、それ。今13。そうです。え、あさってやん。そうです、そうです。え、行けるかなって思っちゃった。なんで、なんで？行けるかなって思っちゃいました。まあまあまあ、俺たち、フットワーク軽いで有名やけど。フットワーク軽いだから、行けるかな。いやいや、有名やけども、有名やけども、はい。まあでも、行けるか。ちょっと待って、一旦瓶調べていい？瓶調べていい？瓶があったらちょっとマジで一旦考えるわ。なんかちょっと瓶が1ずつしか空いてない、なんかわかる？1ずつしか空いてないから、俺と花はちょっと別々になるけど、15、1日だけやったらまあ別に、その撮影のためにちょっとフッカルで行くわ、今回は。ちょっとじゃあまだあさって。お疲れです。はい、あさって。お疲れ様です。どうもありがとうございます。急すぎんだろおい。お、面白いのあんじゃねえか。あ、ちゃさん変えとこ一応。はい、自分でやるからさ。自分でやるって。ちょっと並んでおいて。分かった。皆さんこんにちは、花尾だ。俺は今なぜか関西国際空港第一ターミナルにいる。昨日急遽明日北海道に行ってほしいという、そのような要望が入った。今回のターゲットはゆきりねという自称一人ぼっち系 YouTuber。 彼女が北海道にスノボに行くと言っているので、それを尾行しろというのが今回の依頼だそうだ。なんとも既視感のある企画であるが、まあ私たちエージェントはその命令に従って動くのみ。機は熟した。共に行こう。イスカンダレ。北海道は、北海道。はい、ということで、合流しました。合流しましたね。いや、ほんまさ、また行くんか思われるやん。まあでも、北海道行きたかってんて。確かに北海道美味しいって言うもん、ご飯とか。北海道は美味しい。今のちょっと寒さになれるという意味で、窓全部全開しちゃう。冷たマジでバカ寒い。締めていいかな。寒い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 。冷たいってお前マジでバカ寒い。てて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 。謎に極戦という。謎に極戦な。はい、ということで、はい、スキー場にやってきたわけなんですけども。来ましたね。ここからですね、まあ奴らをね探していくんですけども。いや、とりあえずちょっとどこにいるかわかんないですよね。さすがにこの大卒で修学旅行生めっちゃいるから。ダミーもめっちゃおるからね。多分な、俺言うても30分か1時間滑ったら見つかると思うねん。一回ちょっと滑ってみますかね。ちょっと待ってよいしょ。あ、怖い。お、うまい。普通に、あ、いけてる。全然いけるやん、お前。慣れるまでが時間かかるやつ。いや、でも行けて、思った以上に行けてたやん。行くぞ。行こう。行くぞ。意外といけるぞ。じゃあ、俺行きますよ。多分あっちの方にね、行きます。あっちの方ね。あ、ついでに雪人をちょっと探すことは忘れずにね。忘れずに。あいつはビブスを着てる可能性もあるからね。滑ろう。よし、行きますよ。よいしょ。電源ガンバ。いや、これ無理や。諦めんじゃねえよ。はい、ありがとうございます。雪犬見ませんでした？雪犬見てないっす。雪犬がどっかにいるらしいんですよ。すごっ。知らんけど。あ、面白い。
俺もしたい、俺もしたい、俺もしたい。ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。さよなら、バイバイ。ありがとう、気をつけてな。あ、無理やこれ。あ、うまい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 。今ギリギリ。でも全然おらんやん、雪犬。全然いいね。楽しい、優雅すぎません、この時間。いけてるやん。やばい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 。全然いけてるやん、お前よ。うわ、割れちゃう。え、あれかほら、あれ、ほらほらほら、絶対かこっちに。しーなんとね、今お見えになるだろうか、あそこには。あいつではなかろうか。なんか明らかにね、なんかこう、いやでも足長ないな。あれやばくない、あれやば。確かに。というわけでターゲットを捕捉したので、はい、まあ一旦ですね、はい、まあ、フェーズランということで、はい、とりあえず降りてくるの待ちますか。そうだ、俺らはもうただの一般人。オッケーオッケーオッケー。一旦ゴーグルつけるわ。オッケーオッケー、俺もつけるわ。声割れる。あー、ちょっとまあ結構似てるけどいや似てるとかじゃなくて、似てるとかじゃないから、本人やから。もう、あ、諦めた、降りてくるんだ。諦めた。やばい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 。もうついに暴動の逆。あ、ほんまほんまほんま。今リフトの方に向かっていきました。よし、よし、よし、よし。行くぞ。さあ、これ見てください。これしっかりロックオンします、ね、ロックオンします。まあ相当俺らキモいけどな、多分相当キモい、ね、あの女の子一人追いかけてさ、北海道まで来るって。いや女の子二人やから大丈夫。じゃあまあでも二人を二人で追いかけてるからまだましよ。まだまし。不幸中の幸い。とりあえず一旦俺かますわ。オッケーオッケーオッケー。後ろ通るわ。オッケー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 オッケすぎるだろあいつ。それでも今あいつらの前の席に座ることができましたということで。後ろ向かれへんよ、怖い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 。隠しカメラ忍び込ませてね。意外とこれバレへんと思うで。意外といけんな。意外とだって顔隠してるし。まあそうな、カメラ持ってることだけやろ。カメラはいかつい。カメラうわすげえ、なんかてれーおじさんです。おじさんです。残念、おじさんです。あ、俺次さ、うん、とっておきのアイテムがあるんですよね。何でーれんでーれんでれ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 。それはおもろい。かの有名な、それあれやん、あの時のやつ、 USJ の USJ のやつ。これでネタバラシおもろいな。これで一応ゴーグルするんで OK。 これで次希少希少すぎ。これで見覚えがあれば
ハッてなるやんか。なるな。もうこれは俺との思い出覚えてるかっていう話ですよね。じゃあ次はこれで攻めていくぜ。攻めていくぜ、チョケラ。これ気づかんの。はい、というわけであれからちょっとね、一旦また見失っちゃって途中で、はいはいはい、でちょっと1時間弱ぐらいね、ちょっと備わってたんですけど、ついに見つけたんでね、俺らもそろそろドッキリ終えないと帰れないんで、最後はビキニヌがこけてるところを俺が後ろからピャッて来て、さっそうと止まって、おい何やってんだよみたいな機材インストラクター、機材インストラクターな感じで最後終えたいと思います。行こう。でも夜景めっちゃ綺麗ですね。確かに夜景は綺麗だけど。かターゲット発見。嘘、カコチン知ってたの？うん、仕掛けに。途中さ、うん、マジでキモいおっさんさーって通り過ぎた。いやもう、自分がやるのになんかいっぱいいっぱいすぎて、なんかヤバい人はいたなって思ってたけど、あんまり記憶にない。マジかよ、マジか、俺花尾、2020年スノポの鍵を略しました。次回エピソード2、ゲレンデマジック。